こんにちは、道場です。さて今日はですね、北の大山にある大山ダムというところに行ってみたいと思います。まあ、こちら北はですね、こちら大分の北はですね、進撃の巨人の諫山はじめ先生の出身地ということで、結構ね北市を挙げて進撃の巨人推しなんですけれど、こちらのね大山ダムはですね、なんと超大型巨人と会えるということで、どういうことかというとですね、VR ってありますよね、スマホのアプリで進撃の人というのがあるんですけど、そいつを使ってねダムの撮影をすると超大型巨人が現れるということで、その VR の場所も実はね、日田市とか、クスの方にもあったかな、何か所かあるので、そういうのをね、回ってみても面白いかなというふうに思うんですが、こちら大山ダムはですね、主人公のねエレン、アルミン、ミカサの銅像ですね、これもあるんでね、ちょっとね進撃の巨人好きにはたまらないスポットになっております。あとはですね、近くに道の駅もあるんですけれども、こちらはねちょっと別動画で紹介しようかなというふうに思いますんで、今日はねせっかくなんで北の飛び太郎にでも行ってみようかなと思ってます。ここのね豆腐まんじゅうが好きなんですよ、僕は。美味しいんですよ。そういうのも紹介できたらなというふうに思います。でね、大山ダムではちょっと久しぶりにドローンを飛ばしてみようかなというふうに思います。ちょっとね、ダムの方でね、こちら飛ばしたらダメだよっていうところが制限されてるんですけれども、久しぶりですし、できれば超大型巨人の目線で逆に人を見下ろすというのを撮ってみたいなと思うので、そういう映画撮れたらなというふうに思います。はい、それでは大山ダムまで流していきましょうか。これは桜ですかね、左は。これ桜の時期もいいんじゃないかな。今はね、梅がいい感じに咲いてますが、梅もありますよね。この大山っていう場所はね、梅推しなので、本当はここ、左に曲がった方がいいんですけれども、左に曲がるとね、ダムの下に着きますが、ここですね、失礼。こちらを左折すると、ダムの下に着きますね。また農園だって、全然違うでしょ。もうすでに眺めがいいですね。こちらですね。管理事務所、どうしよう。ここは歩いてが足れるのかな。すごいな、広っ。わあ、大きいっすね。見えますね。よし、行ってみましょう。降りよう、とりあえず。すごいですね、ダム。やっぱダムってでかいっすよね。お、ガイドマップもありますね。ええよ。ダムカードもありますね。VR じゃなかったな。AR ですね。すいませんね。AR でね、あのダムのてっぺんを取ると、超大型巨人が現れると。
いうことで、まあ、そういうのもね楽しいですよね。まあ、アプリはね結構容量が大きいので事前にダウンロードしておくことをお勧めしますけど。おお、すげえな、すげえでけえな。結構でかいですね。何メートルぐらいあるんだろうな。100ぐらい。AR をやってみますかね。AR、あ、いっぱいあるな。これこれこれ。よいしょ。ほっ。おお。すげえ。巨人出てきましたよ。よし、じゃあ飛ばしていきますかね。平日だったんですが、まあまあ人もいましたね。よし、では飛び太郎に行ってお土産でも買って帰りますか。さて、では飛び太郎に行こうかなと思いますが、まあ、大山の方からでしたら210号のバイパスを通った方がいいかなというふうに思います。まあまあ距離があるんですよね。お、札幌のビール工場がありますね。飲みたい。お、あれですね、あの赤い橋を渡れば飛び太郎ですね。三隈川もでかいですね。この川と並走する感じがいいですね。あ、ここですね、豆腐の飛び太郎ということで、こちらに追っていきたいと思います。はい、では到着、行ってみましょうか。はい、ということで全揚げバージョンですね。いただきましょう。いただきます。うん、うまっ。
生地のふわふわ感がいいですね。で、中はおからと。うん、美味しい。はい、ということでいかがだったでしょうか。ですね、大山ダムはですね、まあでかかったですね。いや、まあでかいのは当たり前なんですけど。でね、やっぱりあのダムと進撃の巨人の壁とのコラボというかね、まあすごい目の付けどころですよね。あの AR とかもね、面白いんで、銅像もありますし、まあぜひね、ダム好きで進撃の巨人好きの方にはチェックしてほしいところですね。まあ大山ダムの周りにもね、いろいろ道の駅とかもありますんで、そちらもね、回ると楽しいかなと思います。まああとは飛び太郎ですよね。ここのね、豆腐と豆腐まんじゅうが好きなんですよ。これもね、すごく美味しいのでぜひチェックしてみてください。まあ日田はですね、熊本や福岡からも比較的近いのでね、ぜひドライブやね、ツーリングがてら日田大山に来ていただいて楽しんでいただければなというふうに思います。気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。それでは本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。